はい、はい、どうぞ。大臣、あの感謝の TBS です、はい、先ほどあの菅総理大臣が最終面接を行いました、はい、まず全体としてですね、あのお聞きになったら受け止めお願いします、はい。政権発足して初めて臨む所信表明演説で力が入っていたと、このように思います。特にこの菅政権の目指すべき課題についてはメリハリをつけて、かなり具体的な政策目標をはっきりと述べておられたことが印象的でありました。多くの課題にまんべんなく触れているというところもしっかり配慮していた、このようにも思います。我々としては特に我が党の大会でも述べられていたその携帯電話料金の大幅引き下げとか、あるいは不妊治療に保険適用を目指すと、でその間助成措置を大幅に拡充するということも行うと、またデジタル化を大いに進め、デジタル庁を作っていくと、こうしたことを改めてはっきりと所信で述べられたということ、加えて連立政権合意で公明党から強く申し入れて記載、取り入れられたことに、脱炭素社会という目標がございます。これについては今年の通常国会で衆参代表質問の中ですでに斉藤幹事長など2050年までに CO2 排出量の実質ゼロを目指せと、こういうことを提言をしていたわけであります。それを受ける形ではっきりとそれを目指すということを宣言する、このように今日明確に申し述べられました。その点では我が党は先行的に主張したことに呼応するこの政権の姿勢が明示されたということも歓迎したいと思います。その上で、周辺諸国との関係もそれぞれの現状を打開する姿勢を示しておられたと思います。今後さらに代表質問あるいは予算委員会の論戦を通じて具体的な掘り下げをしていきたいと、このように思います。ありがとうございます。幹事社から以上です。各社さんお願いします。じゃあ、はい、毎日新聞です、はい。代表がおっしゃられた、2050年までの、温室効果ガスゼロのことでなんですけれども、総理はですね、この中で、安全最優先で原子力政策を進めていくと、安全最優先で原子力政策を進めていくというふうに触れております、はい。そのゼロエミッションとなると電源構成が焦点になると思うんですが、公明党さん、原発ゼロ社会掲げられていると思うんですけれども、このままについてどのように受け止められたでしょうか。この CO2 排出ゼロを目指すための鍵はやはりこの再生可能エネルギー、これを主力電源として大いに伸ばすということが一つであり、また原子力発電についても高い安全基準をクリアしたものについては国民の理解を得ながら再稼働を進めていくと、これもまたこれまでの政府与党の基本的な方針でありました。ここが火力に代わってですね、 CO2 の排出を抑える一定の働きをするということもあると思います。その点ではこの組み合わせベストミックスを目指してですね、挑戦をしていくということは重要なことだと思います。これから大事なことはやっぱり技術革新を深めていくと、特に水素あるいは蓄電池あるいは送電網との整備などなど、まだ未知の部分について意欲的に積み重ねていくことによって、この脱炭素社会を推進する、そのことがまた国際社会にさまざまな貢献をもたらす、新しい競争力を作り出すということにつながると我々も確信をしておりますし、また菅政権の意欲的な取り組みをリードしたいと、このように思います。読売新聞の大と申します。はい、今回ですね、菅さん の初めての所信表明ということで、はい、これまでの安倍総理と比較してですね、ここが菅さんらしいなと感じた点があれば教えてください。
極めて実務的な視点での発信が多かったと、このように思います。エピソードやこの美しい言葉遣い、レトリカルな表現、ではなくて、もう単刀直入に、ストレートに目標を提示すると、まあ、こういうところを、まあ、感じ取った次第であります。大事なことは総理のお言葉にもありますように、やはりしっかり仕事をして結果を出すということ、これが最も国民に訴える力、分かりやすさをもたらすと思いますので、その点でもしっかり支えてまいりたいと思います。官邸して一問伺いたいんですが、はい、今代表の発言でも分かりやすさというフレーズがありましたが、はい、まさに野党はですね、今国会で学術会議をめぐる問題を追及してくると思います。説明責任含めてですね、政権としてこの国会にどう臨むべきなのかという考えをお聞かせください。課題として問われれば、やっぱり政府として丁寧に国民が納得できるように説明を尽くすべきだ、このように思います。また一方で国民の学術会議の役割に対する関心も高まってきておりますので、またこれがどうあるべきか、単に政府の関与だけではなくて学術会議自体としてどうあるべきかということが、議論が深まり国民の理解が深まっていくことも期待したいと思います。テレビ東京です。学術会議の問題についてもう一度伺いたいんですけども、テレビ東京と日経新聞がこの週末に行いました世論調査でですね、菅内閣の支持率 63%、内閣発足直後から 11% を下げています。でその中で学術会議をめぐる問題について説明が不十分だという回答が 70% に上ったんですけども、この数字について山口代表どのように受け止めますか。重ねて私は前から丁寧に国民の理解を得られるように、納得を得られるように丁寧に説明を尽くすべきだと、こう申し上げてまいりました。まあ、それが結果として実現しきれていないという世論調査の結果でもあろうかと思います。こういった点は謙虚に受け止めて、さらなる努力を期待したいと思います。時事通信の意見ですけど、はい、少し重なってしまうんですけれども、はい、今回その演説の全体の印象として、まあ、やっぱり生活者に身近な政策が多いという見方の一方で、はい、国家像がちょっと示されてないんじゃないかという指摘が一部でもありますけど、その辺についてどういった印象をお持ちなのか、改めてお願いします。具体的な課題の積み上げなくして抽象的な国家像を言っても、これは響かない点もあると思います。やはり一つ一つ実現をしていく、国民と共に進んでいくと、こういう確かな歩みの中に次なる国の姿ということも見出していけるのではないかと、こういう期待を持ってこれから取り組んでいきたいと思います。テレビ朝日ですけど、はい、別件になりますが、先日核兵器禁止条約、はい、発足の条件の50に達しましたが、はい、その受け止めとこれをもって政府にどういう対応をしてほしいか、はい、お聞かせください。50カ国の基準がなされたことによって、来年の90日経過後である1月22日に効力を発するということがはっきりしたわけであります。こうした国際規範として効力のあるものが出来上がるということは画期的なことだと思います。唯一の戦争被爆国である我が国、その被爆者の声、熱意がこうした条約の締結また発行に結びついたものと敬意を表したいと思います。であれば、これは我が国が提唱してきた非核三原則とも対極的には私は軌を一にする部分があると思いますし、政府が今この安全保障政策の今取っている中で直ちに基準には至らないというもののですね、核廃絶を目指す、そうした目標は共有しながら大きな目でこれから取り組んでいく必要があると、このように思います。発行しますと締約国会議が開催されるようになりますので、ぜひここはですね、国際規範として効力を持った以上、日本としてもこの
核保有国と非保有国の橋渡しをすると、そういう使命感を標榜しているわけですから、ぜひオブザーバーとして参加することを強く求めたいと思います。また締約国会議は広島や長崎の被爆都市でこの開催を誘致する、こういう動きもすでに始まっておりますので、そうしたことも強く推進していきたいと、このように思います。すみません、読売新聞なんですけれども、はい、ちょっと話題変わりまして、まもなく投開票を控えている大阪の、都構想に関して伺います。読売新聞が実施した世論調査で、特に公明党の支持者の中でも賛成が、3割、反対6割と、むしろ前回調査より反対が増えてしまっている状況なんですけれども、こうした状況の受け止めとですね、残り1週間ですが、公明党としてどういった姿勢で臨むべきと考えていらっしゃいますでしょうか。その一つ一つの調査については言及いたしませんけれども、前回2015年の住民投票の際は都構想に反対という立場でした。今回は賛成、それがどうして変わったのか、またどういう意義があるのか、都構想の意義で積極的な意義、これを先般18日に私も大阪で3カ所で街頭説明会を行いました。まだまだ浸透がしきれていない部分もあるんだろうと思います。ぜひ大阪府本部としてしっかりこれから浸透を図っていくべきだと思います。ぜひ市民の皆さんのご理解を得て、大阪の未来に展望が開けるような選択を期待したいと思います。どうぞ。東京新聞の近です、はい、コロナ対策についてお伺いします、はい、経済社会活動の両と対策の両輪について、社会活動の方については力強い提言があったかと思うんですけれど、はい、そもそもの感染対策ということで、政府は20万件一日の PCR 検査を打ち出しましたが、公明党さんが東京都では高齢者施設や医療従事者に対しての検査の拡大ということで非常に強く推し進めていたと思います、はい。医療従事者特にもう少し検査を充実してほしいという声もただ聞かれますが、公明党として、政権与党を担う一角として、こういった政府の今回打ち出した、高齢者に限定したというのは、いわば検査を限定するようなやり方をどういうふうに受けてますでしょうかということと、東京都で進めているような政策を他の人口の多い大都市にも広げていくような考えというのはおありでしょうか。お聞かせいただけますか。検査は今年の春先と比べるとその能力を大きく拡大をしてきていると、このように思います。また PCR 検査での簡易な検査も生み出されてきてますし、また抗原検査なども簡易な検査が推進されております。また唾液を生かした検査も生み出されてきております。こうした検査手法の新たな展開を踏まえて、一層検査が正確に、そしてまた迅速に短い時間で結果が出るようなことを推進すべきだと思います。1日20万件の検査体制を整えるという政府の目標でありますから、ぜひ早くそれを行うと。で、この限りある医療資源、いくら検査ができても、やはり感染して重症化する人が医療従事者の今の能力によって、これが防がれていかなければならないと思います。ですから、感染した軽症の人、あるいは無症状の人をどんどん見つけるということ自体が目的というよりも、重症化を防ぐ、ここに医療資源を集中させるということが政策として取るべき重要なポイントだと思います。東京都などではですね、この国のやり方に加えて感染者が多い地域でありますので、高齢者などについて国よりもより一層検査を拡充するという措置も取って行おうとしているところでありますので、こうした地域的な取り組みも含めてですね、国民の不安に応えていくべきであると、このように考えます。合わせてこのコロナの検査体制、治療体制ということは、季節性のインフルエンザ
と区別しながら両方に対応できるようなことを考えていかなければなりません。そうした意味でのこの検査の体制やそれに従事する幅広い医療従事者の最大の効果が発揮できるような現場の体制をしっかり整えて対応してもらいたいと思っています。はい、よろしいでしょうか。はい、すみません、ありがとうございました。はい。